フェルギナント・ケラーはドイツの歴史が象徴主義派の画家。フェルギナント・ケラーは父がアマチュア・ブラ絵画家、兄が画家でイラストレーター、おじが画家というアーティスト一家に育った。彼はカール・スルーエで初等教育を受けた後、1857年に家族と共にブラジルへ移住した。そこで1862年まで熱帯の豊かな自然の森を熱心にスケッチして、 過ごした。1863年にカールスルーへに戻り、美術アカデミーのヨハンビル・ヘルム・シルマーの下で、風景画のハンス・カノンの下で、人物画の教育を受けた。1863年から1867年には、ローマに留学した。そして1867年のフェリペ・ニセイの死で、最初の成功を収めた。その後1868年まで、 スイス、フランスを訪れた。その後1873年から1913年までにカールスルーへの美術アカデミーで教授を務めた。ケラーの作品には、ブラジルの風景、偶は歴史的な絵画や肖像画が含まれるが、王公の肖像画が重要作品であった。フェリペ2世の死は1867年のリオデジャネイロ国際芸術博覧会で一等賞を 獲得し、ネロのもと、燃える上がるローマは1873年に、ウィーン万国博覧会で金メダルを受賞した。ケラーは1876年に実施された、ドレス伝新劇場のカーテン画のコンペティションの成功を通じて、より広く知られるようになった。ありがとうございます。